どうもリビングルームファーストワンの吉行です。今回は I want to get clothes online 第2回目の入荷の商品を紹介したいと思います。商品発売するのが10月13日の18時からを予定してますので、ぜひその時間にオンラインショップ覗いていただけたらなと思います。はい、では早速、紹介していけたらと思います。今回は6点ですね。まあ、結構寒くなってきたんですけど、最近ちょっと羽織、軽い羽織として羽織れるブルゾンと、あとは T シャツのラインナップで今回は出したいと思ってます。で、1着目から早速いきましょうか。1着目、まあ、こちらですね。はい、これがデュポンっていうアメリカの化学繊維メーカーですかねのブルゾンですね。で、素材がこのティベックフレックスラップって胸元に書いてあるんですけど、これ何かっていうとデュポンっていう会社の作ってる生地で、そのティベックっていうこのナイロン素材を使ったブルゾンになってます。質感としてはすごいね、面白い感じなんですね。で、まあそこにちょっとアメリカのこの清浄機のこの3色を使ったプリント、プリントかな、プリントが施されてて結構エッジの効いた感じです。で、まあところどころちょっとダメージはあるんですけど、まあ個人的には結構好きなコンディションで、1枚で着てもかっこいいし、結構寒くなってきたらね、インナーとしても使いやすいのかなって思う1着ですね、っていう1着目でした。で、まあくしくも今日僕の着てるマーブルフラッグファーベストと同じ清浄機柄っていうね、はい、で続いてこちら、これが EVR っていう、まあ、ブランドなのかなの、まあ、シルク100の、ブルゾンですね。プリントブルゾン、なんかまあ総柄になってて、ゴルフモチーフのグラフィックがプリントされてます。そうで、ジップの持ち手が若干欠損してしまってるんですけど、まあ上げるのは全然、ジップ上げるのは問題ないって感じです。結構僕これは色味がすごい好きで、あの入れた1着なんですけど、ジャケットのインナーとして着てほしいなと思って入れました。これをまあ上まで締めた状態で、その上からテーラード着たりとかっていう着方をぜひしてほしいなと思って、まあ、実際僕も手持ちのやつと合わせてやってみたんですけど、すごい良かったんでおすすめです。短丈なんでジャケット合わせても裾からこう出ることもないですし、あまりすごい着やすい一着かなと思います。まあ1枚でね着ても全然いいと思うんで、存在感あって、うん、っていう感じです。で、続いて3着目、シルクアイコンって書いてあるんですよ、タグには。まあ、これもシルク100のブルゾンですね。こっちは逆にちょっとオーバーサイズな感じのブルゾンです。今のちょっと肌寒い時期に、まあ、T シャツの上から羽織ってもいいし、まあ、もっと寒くなったらちょっとニットの上から羽織ってもいいのかなって思うような感じですね。デザインはすごいシンプルなんで、まあ着やすいかなと思って入れた着ですね。結構まあ落ち感があってとろみのある素材なんで、すごいストーンと落ちるようなシルエットですね。オーバーサイズですけど、っていう3着目、ね、まあ、シンプルだからそんなに語ることがないっていうね。4着目がこちら、これはハーフジップのアノラックです。で、これデイビッド・ペイサー、あの調べて出しておきますっていう、まあ、デザイナーの人が作ってる、まあ、セカンドブランドみたいな感じだった気がしますね、のアノラックですね。色味すごい綺麗なんで入れた1着なんですけど、まあ、これも結構僕個人的にはジャケットとかのインナーとして着てほしいなと思って入れた1枚です。ハーフジップなんで、ヴィンテージティーとか着た時はここ開けると、まあ、この辺ぐらいまでかな、この辺ぐらいまで開けると、まあここだけチラッと見えるような感じ、なんかそういう楽しみ方もありなのかなと思って入れました。っていう感じの着
です。結構こういうなんだろう、普通ジャケットの下に着ないようなものをあえてこうインナーとして合わせる組み合わせ、僕はなんか最近ハマってて、この前出した動画の中でも MSU のオーダー品紹介の中でも言ってたと思うんですけど、あ、これの開封の動画ですね。黒の、フーディーブルゾンを今回オーダーしたんですけど、やっぱそれもテーラードと合わせてインナーとして着たいなと思って、まあ、オーダーしてて、なんか自分の今のテンション的にはなんかそういうなのがすごい、うん、なんかちょっと違和感のあるスタイリングというか、なんかそういうのが自分の中では流行ってて、だからまあそれがちょっと反映された今回のピックアップだったのかなって思いますね。ではあとは2枚なんですけど、ビンテージティーですね。で1枚目がこちら、メタリカのメタルアップユアース。フロントのアートワーク、実はそのメタルアップユアースってデモ音源のアートワークとアルバムタイトルらしいです。でそれをデビューアルバムにする予定だったけど、レコード会社に、却下されてボツになったというデザインですね。まあ、それがフロントにプリントされた T シャツです。タグはジャイアントのタグがついていて、コピーライトも入ってて、1994メタリカアンダーライセンスとジャイアントっていう形で入ってますね。で、バックプリントは結構有名な、このなんか椅子に縛り付けられてビリビリみたいになってるやつです。でこれは先発と後発、なんかその作られた時期が2種類ある、その時期によってあるらしいんですけど、コピーライトの年代にもある通り、まあ、1994なんで後発になりますね。結構ボディ自体のダメージが結構激しめなんで、ちょっとお値段抑えめかなにつけてます。この脇の下だったり両脇サイド履いてます。裾とかのダメージ感はすごい、僕すごい好きですね。結構ボロボロ、なんかちょっといい感じになってます。であとこの辺とかに破れがあったり、でネックの部分のこのダメージもすごい、僕はすごい好きですね。サイズとしてはこれ2枚タグでサイズがもう読み取れないな。ただサイズ感的には L と M の間っていう感じ、多分 L サイズ、もともと L サイズだったんじゃないかなと思うんですけど、それがちょっと縮んで若干 M 寄りになったような感じです。なのでそんなに大きくなくて、僕とかが着ると結構ジャストまではいかないですけど、結構いい感じのサイズなんで、それこそこれからの時期インナーとしてもすごい使いやすそうなサイズ感ですね。僕の大好きなジャケットとかとの合わせにしても裾が出なくてすごい使いやすいなって思うサイズ感ですね。でまあ、あとは女性の方とかだったらちょっと若干オーバーサイズ目で着れたりするんで、そういった着方もすごいいいかもしれないです。普通にこれはかっこいいですね。ぜひおぜひに。で続いてがラスト、僕も大好きスマパンですね。スマッシングパンプキンズのメランコリー&ザインフィニティサッドネスの T シャツです。フロントはおなじみのハートシェイプ型で、まあ、真ん中に SP と書かれたプリントで、後ろはメランコリーの曲名が書かれてます。後ろでサイズとしてはこちらが、あ、一応タグタルテックスがついてます。でサイズが XL、 いい感じのサイズ感、身幅もちゃんとあって着丈もそれなりにあります。結構長めかなと思います。僕が着て結構オーバーサイズな感じで着れる一着ですね。でまあやっぱ僕はこれもともとスマパンはゼロの方をすごい好んで着てるんですけど、結構このハートシェイプのプリントすごい好きなんですよね。そのゼロの方はこっちだったかなに、袖のところにプリントがされてるんですけど、まあそれが大胆に前に来たっていう感じで、でまあその前は結構ド直球で、後ろもド直球か、バンティらしい感じのデザイン、上にドンとあって、そこに下になんかこうつらつらつらーっと小さく書かれてるみたいな、なんかこの
配置すごい僕はすごい好きなんですけど、まあそういう感じのデザインですね。僕は結構1枚で着るのおすすめなんですけど、ただまあ今もう寒くなってきちゃってるんで、まああとはあのあれですね、ロンティーとの重ね着でみんなレイヤードしていただいて、今時期だったらまだ着れるかなっていうのと、ブルゾンとかアウターのインナーとして着ていただいてもいいのかもしれないな。結構フロントプリントの存在感ある感じなんで、うん、いいのかなって思います。はい、結構スマパンも最近高くなってきましたけど、まだこの辺はあの比較的買いやすいお値段だと思うんで、まあ今のうちに言っとくのがすごいいいんじゃないかなって思います。はい、あで一応袖裾ともにダブルステッチってな感じで紹介したんですけども、全部で6着ですね。いかがだったでしょうか。で一応まあ10月13日かな、あ13日の金曜日ですね18時から、一応オンラインショップとした販売スタートとなりますので、ぜひ見ていただけたらと思います。概要欄の方にはあのリンクの方を貼っ付けておきますので、ぜひそちらから覗いていただけたらなと思います。で一応インスタグラムの方も更新してますので、そっちもぜひ見てもらえたらと思いますので、よろしくお願いいたします。そしたら今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リビングルームファーストモールのとしゆきでした。